はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ロストヒーローズ、前回の続きからやっていきたいと思います。とりあえず物資強奪ですね。物資強奪メンバーもメビウス、ウィングゼロ、ダブルオー、デンオーという、凶悪4人組に決まったので、さあこれより敵の物資を奪いに行きましょう。物資をよこせ。あれ変わってる、セラビーに。現在進行中の作戦プランはライドマシン完成に必要な資材の回収だ。あ、これも同じだ。ABC。うん。とりあえず物資を強奪しに行けと。はっはっは、もう泣く子も黙る。ウルトラマンメビウスじゃい。物資を出さんか。物資を出せ。あ、敵が出た。ちょっとうろつきすぎたな。お、先手取った。あれ今のはダブルオーか。ダブルオーは全体攻撃か。そうすると。ガンダム系の全体攻撃は多いな。いくつ当たったかな、ちょっと分かんなかったな今。ちょっと次戦闘になったら見てみましょう。話す。荒野地帯の潜入ルートはこの先です。ご分を。お前は戦わないのか、一緒に来てくれよ。あれ、なんかいきなり扉があるな。ここから来て、ここはショートカットか、こちらからは通れないような。ここリュウさんあんのかな。あったらちょっと面倒だけど、なさそうだな今見る限りでは。ちょっとまた外壁から攻めていこう。あれなんか始まった。ん、なになになに、なんか見渡してんの。ここは作戦区域 A だ。目的はエメラル鉱石の回収。この区域の最奥部にその所在が確認されている。潜入して回収してくれ。敵は GNX 部隊を展開し守りを固めている。疑似対応炉を搭載したモビルスーツだ。疑似とはいえ敵はとうとうガンダムに匹敵する兵力を備えてきた。おいアリオス、そんなに不安を煽るなよ。大丈夫、俺たちが敵を撹乱する。どんなやつだろうと狙い撃つぜ。よし、そろそろ始めるか。え、勝手に始めちゃったよ。ケルディム、作戦行動を開始する。アリオス、撹乱行動に入る。ここでいいかみたいなことを聞いてくるわけじゃないのね。勝手に作戦が開始されちゃうんだ。ちょっとマップ梅からあそこに高田箱らしきものがちらっと見える。750円。今は金もね重要ですから。ヒエレンは変わってないよな。うわー全体だな、やっぱり。ダブルオープ、全体に切りつける感じか。50。わー、ウィングゼロ強い。え、ちょっと残ってんのかよ。あ、デンウォーも強いな、攻撃力。ふおほ、ビームライフルらしき音がした。デンウォーはレベル今ちょっとね、足りてない割には強かったぞ、攻撃力。お、ちょうどレベル上がったか。減ったやつが。ダブルオーの使い道だな。そうするとめっちゃ広いな。そうすると作戦区域 A、 もう外壁だけでもかなり大変だ、埋めるのは。あれ、トドキラーって出てきてたっけ前。なんか初めて見る気がするな。ライフルモード、これ4で使えるな。いや、攻撃するか、普通に。半分くらい、半分以下だからな。敵全体攻撃、もうちょっとな、強くなってくれれば。アイテムで強化するか、そうすると。間接攻撃なんだか物理攻撃なんだかすらわからないけど。あれ、もうマジか、いきなりかよ。来たな。我らジンクス部隊の力思い知るがいい。もはやガンダムなど恐るるに足らん。これ以上先へは行かせんぞ。こいつは三つ子なのかな。ジンクス部隊攻撃行動に移る。かかれ。突然だな、あの宝箱に騙された。うお、なんでだよ、3人しかいなかったのに。なんで、あ、間違えちゃった。なんで4人いるんだよ。やべえやべえやべえ、いきなり間違えたよ。
いきなりピンチだな、そうすると。ちょっと回復キットで回復。自爆、自爆して復活させて、自爆して復活させてってできるのかな。なんかそれも良さそうだな。ライフキット、スタン効果、ちょっとスタン効果、あ、でもそこまで強くないか。で、2人が先に攻撃できるけど、2人は後になるか。電王が死ぬな。やっぱ早く3人か。そうするとウルトラマンはせっかくだから攻撃していきたいな。使うか、ドライブをメビウスパンチで、ヒールを使ってライフキットの、ディフェンスしとこうかな。遅いからな、電王は。ピコンピコンピコンで、こいつはディフェンスで、ヒールで回復で、ダブルは攻撃だな。敵全体でいいか。で、ディフェンスしとこう。よし、これでだいぶ持ち直したな。ライフキットで回復させて、自分でヒールと。ちょっとウィングゼロ完全に僧侶キャラになっちゃったな。強いやつがいいな。レベル3の GN 装備、これを見てみよう。ただこれでいいか。ドライブミス3回攻撃か。 OK、 よし、レベルアップ、ジンクス。おお、ってことはこれがじゃないよな。え、今のもしかして単なる中間雑魚キャラ。あ、大丈夫か。エメラル鉱石やりました。任務を完了した。おーい、おお、よくやったな。大事なものだ、早くキャンプに届けよう。全然探索してないんだけど、ここ探索しつつレベルも上げつつっていうのはやっぱりやりたいんで、もう少しこの地域を見てみましょう。宝箱あるじゃないか、あんなところに。ハンブラビ、ハンブラビって最初出てきたじゃんもうボスキャラじゃなかったのか。こいつはもうあれかな、ライフルモードで攻撃していこう。とりあえず一旦ボス的なものは倒したから大丈夫でしょう。よしよしよし、あとは通常攻撃。おお、いきなり2つ手に入れた。やったね。奇妙なアンテナ、なんだそれ、奇妙なアンテナって。いや広いな本当に。作戦区域 A、 うん、君たちでは相手になら、ああこれでな、全体攻撃でね倒せればいいんだけど。よし、お、ヒエレンも手に入れた。なんかチップの入手がいいね。違えた、ウィングゼロだ。ウィングゼロ回復薬か、なんかもったいない気もするな。もう回復薬はダブルっていうもう観念があるからな。とりあえずこれで一周した感じか。あとはちょっと中身的なものだな。よし、これいい、いいパターンだ今のは。ダブルの攻撃力上げようかな。なんかちょっとアイテム買って、間接攻撃か直接攻撃かをちょっと見極めたい気もするけど。何かアイテムが、ヒエレンだと倒せないのかな。もう1レベルくらい上がれば攻撃力も増えるから倒せそうな気もするけど。
もうアイテムはねえかな。これ繋がって、おお、ハンムラビ3体だ。これはこれは蜘蛛の巣地獄が来るぞ。うわマジで蜘蛛の巣の構え取った、危ねえ。ただもうハンブラビごときでは相手にならんな。時代遅れのモビルスーツだな。うん、どっちだ。まあ、どっちもこっちもないんだけど、4体か。うわー、なんだ今の攻撃、ダブルが死にそうだ。回復をさせなくては。そろそろヒールもきつくなってきたかな。ウルトラマンヒットポイント400あったしな、今見たら。だいぶマップも埋まってきたな。まあマップを埋めてなんとかってわけでもないんだけど、まあこのゲームはしっかりレベル上げをしないとなかなかきついものがあるから、マップを埋めつつアイテムを取りつつレベル上げといったところですかね。ふう、それなりの形になったな。あっちがまだなんか、こんなものか。まあアイテムは取ったかな。そうするとじゃあ作戦区域 B か。一旦回復させたい気もするけど、どうしようかな。わあ、また出てきた、ヤザンとラムサスとあともう一人誰だっけ、名前が思い出せん。なんだっけ、ヤザンとラムサスとヘンゲルじゃなくて忘れちゃったな。あの三人衆、ダンケルだっけよし、ちょっと一体戻ろう。名前も分かったところで、オッケー。ちょっとアイテムラボで装備見てみよう。結構いっぱいあるな、いつの間にか。あれ、すげえいっぱいある、いつの間にかすげえいっぱいあるぞ。ドーバーガン、あいつ関節、関節攻撃力か。これすげえ30上がる、1000円するけど、こっちもお金結構かかるな。リフレクタービット、ベータカプセル、ちょっとリフレクタービットを買ってみよう。30上がるからな。よし、1000円、うん、まあまあだな。あとそうするとちょっとライフキットが足りないから5個くらい買っとこう。 OKOKOK、 いい感じだな。じゃこれをダブル O に装備させるか。風車プラス5、関節攻撃力下がるよ。あ、ちょちょ、上がるのか、赤くなると上がるのか、紛らわしい。関節攻撃力124、ちょっとこれでいくか。じゃあまあ強化はもうちょっとしてからにするか。一応手に入れたからセーブしよう。これでな、物理攻撃力だったらショックだよな。まあ、とりあえず攻撃力を見てみよう。50ちょっとだったから、まあ、60、70あたりになってれば効果が出てるっていう感じかな。そうするとこのこいつの攻撃、あ、ちょっとウルトラマン光に資材を渡そう。強奪してきた。おお、持ってきたぞ。必要な資材は回収できたか。おお、エメラル鉱石か。これでライドマシンのエネルギー供給量は桁違いにアップするはずだ。どうだ、作戦は順調か。あとはガンダニウム合金と武装だな。引き続き頼んだぞ。なんかいっぺんに持ってきてもいい気がするんだけど、まあ再び強奪に行くか。俺たちの手にかかれば資材の強奪などお茶の子さいさいよ。不意打ちかよ、よりによってやばい、死ぬちょっと速度を下げて148 94、ダブロー55。え、どうなのこれ、外してみよう。外して攻撃してみればいいんだ今度。55だったよな、あんま変わんないんだよな。
ヒールで回復させて、ちょっとこれを外そう。リフレクタービットで、なるべくちょっとここの敵がいいから、ちょっと歩いて戦おう。いっぱい出てこい、なるべく。よしよしよし、分散させよう攻撃を。150系、強いね。ウィングゼロ、メビウス85だもんな。ダブルアップ44。あ、減ってる。これ明らかに減ってるな。じゃあ装備させよう、リフレクタービット。関節か、やっぱりそうすると。うん、この収穫はでかかったな。アイテムを整理して、装備。あれ、バッタカンドロイドになってる。あ、これウィングゼロじゃねえかよ。ダブルオー、リフレクタービット。オッケー。10くらい上がるのか。これで10しか、30上がって10しか上がんないのか。でもこの資材強奪は多分強力なボスは出ないんだろうな。ちょっとしたボスがいっぱい出てくるみたいな。あれ、これさ、いちいち見渡すのいいんだけど。さあ、こっちは閉まってんじゃん、ここ。しかもここは作戦区域 B、 目的はガンダニウム合金の回収だ。敵は瓦礫から採掘した鉱石をこの奥の施設で生成し、ガンダニウム合金を製造している。そのために必要な貯水場があるんだが、どうやらその奥に高純度なガンダニウム合金を保管しているらしい。潜入して回収してくれ。おい、ここの敵は何だ。カイマロボットとヤミーだ。やはりそうか、ヤミーの匂いがプンプンする。このキューブで一番ヤミーが出るのがこの奥だ。メダル稼ぎにはもってこいの場所よ。ヤミーの巣でもあるんじゃないのかってね。ヤミーの巣、まさかな。俺たちが先行して敵の注意を引きつけるから、お前らはガンダニウム合金を頼んだぜ。よっしゃ、お仕事お仕事。遠い。っていうかさ、作戦 A に参加したやつらもういいんじゃん、 B に参加してくれても。これさ、別にさ、1個ずつ行ってもいいじゃん。まあ、いっか。おお、敵が違う、確かに。まあいいよ、進行しよう。一発で死んだぞ今。うわ、刺した。すーえ、ウィングゼロ、マジか。こいつの攻撃力、なんか数値的なものでもない気がするな。何なんだろうな。だってそう考えると、だってダブルを普通に131とかあるからな。なんでサメがさ、こんな砂漠にいるの。大丈夫かお前ら。うお、感染した。君たち水がなくて大丈夫かね、サメクジラ。ここは完全に干上がってるぞ。おお、ちょっと待てよ、メタヘビー。来たな、ヒーローども。俺はカイマロボットメタヘビー。立ち去れ。はい、立ち去ります。見逃してくれた。なんていいやつだ。おかしいだろう、立ち去れって言ってさ。来たな、ヒーローども。また同じかよ、しかも。俺はカイマロボットメタヘビー、立ち去れの、この俺を倒そうというのか。面白い。だが貴様ら、このメタヘビーの灼熱地獄に耐えられるかな。あれ、ディップを連れているじゃないか。ディップじゃなくてチャップを。どうしようかな。そうするとスタンクかのチョップを効くかどうか。あとはザコを排除して、なんか敵全体あったな。いやでも敵全体の攻撃はそもそも弱いからな。倒された。おお、倒した、やったー。灼熱地獄は強いね。じゃあちょっと地道に回復させていくか。大丈夫だろう。 OKOKOK。 もう一段階は多分大丈夫。弱っ。メタヘビー弱っ。絶対後で普通の敵で出てくるよ。これならジンクスの方が強かったな。4体いたけど。
お、なんだなんだなんだこれ。ここが貯水場か。ここに唯一、これ何この卵みたいなの。これガンダニウム合金とか言わないよな。なんか気持ち悪い卵だな。ちょっと外敵からまた攻めるか。なんか真ん中に置いてありそうな気もするけど、ここは完全にあれだな、怪人系だな。あ、でもこっちの方に印がついてるけど、いけない。宝箱とかは置いてあるのかな。これが邪魔だな。サメ闇、あ、ここには、お、なんで関節攻撃、防御力が上がったって。水があるから。なんだよ、またなんかあんのかよ。これはどうしたんです。周りをよく見てみろ。ヤミーの卵だ。いや、さっきからあっただろ。入ってきた時にあっただろ。これヤミーの卵なんだ。ここからヤミーが生まれるってことね。ヤミーの卵？アークさん、何が言いたいんです？いや、ここからヤミーが生まれるってことだよ。このまま放っておいたらヤミーが際限なく生まれ続けるぞ。危険だ。考えてる暇はない。奥へ急ぐぞ。あ、破壊するとかじゃないんだ。ウルトラマン減ってるな。よく見ればヒットポイント264あるから、あんま減ってないかなと思ったら結構3分の1くらいは減ってたな。コップとかも宝箱はなさそうだからいいかな。おいおい、なんだよ。どうやらこの辺りが一番奥だな。私の可愛い卵たち、早く大きくなれ。ふふふふふ。ん？誰？お前が誰？おお、メズールだ。私の欲望の邪魔をするのはメズール。あら、アンク、ここは坊やたちの来るところじゃないわよ。お前何を企んでる。いい場所でしょう。カザリが見つけてくれたのよ。ここでゆっくりとヤミーの孵化を楽しんでいたの。なのにあなたたちという邪魔が入った。あなたたちは許されないわ。出て行きなさい。はい、いいえ。ないのかよ今度は。強制戦闘か。メズールは一体だからちょっと強そうだな。さっきのボスが弱かったからな。一応スタンやっとこう。で、どうしようかな。マシンキャノンかな、そうすると。これは何が強いんだ？ GL ソード2かな。レベル3だしな。ここでな、あれが見れないのが、威力が見れないのが痛い。ちょっと高いやつを、これ全体か。あ、これもスタンだ。お、そんなに強くなかった。マシンキャノン。おお、213。メビスチョー、物産しろ。しないか。ギルサク。おお、やっぱヒットポイント高い。くらえ。スタンはしないか。でもちょっともう一ターンだけやるか。もうウィングゼロがな、回復役になっちゃったかな。ソリッドアタック。うわ、敵じゃねえや、全体攻撃か。強い、これは強いぞ。ちょっとヒールで自分を回復させて。大丈夫かな、攻撃して。うおー、まずい、これはまずい。炎に弱いということが分かった。ちょっと待ってよ。ライフキート、ヒール。炎はないか。そうすると、スタンもしなそうだしな。威力の高いやつにしよう。やばい、敵の方が早い。やっぱり若干持ち直したけど、少し回復が間に合わなくなってきた。マシンキャノン、攻撃だな。うおー、どうする。こいつも回復に回るか。念には念を入れて。あぶねー。よし、戻った。これでメビウスパンチで倒せるはずだ。
回復させとこう。おお、かわしたナイスだ。え、まだちょっと残ってる。攻撃でしょ。オッケー。いやー、これやっぱね、仮面ライダーダブル必要だよ。メズール。メズールが倒れると、その体から数枚のコアメダルが飛び散った。メズール、コアメダルはもらっていくぞ。おっと、そうはいかないよ。またこいつかよ。飾り、どけ。そのコアメダルは俺のだ。ちょっと遅かったね。メズールのコアメダルは全部僕がいただくよ。お前。いやー、それにしても助かったよ。倒す手間が省けた。僕もちょっとした実験がしたくなってね。それにはメズールのコアメダルが必要なんだ。でも彼女もグリード、そう簡単には奪えない。そこで手っ取り早く君たちにやっつけてもらおうと思ったのさ。そのためにはメズールと君たちが敵対してもらわないといけない。この世界にはメダルの技術に興味を持っている者がいてね。メズールとその闇を提供すると言ったらこんな場所まで用意してくれたよ。そう、ここはメズールにとって闇の育成にぴったりの場所さ。何も知らないメズールはまんまと引っかかってくれた。彼女の欲望は母性愛だからね。よっぽど卵を育てたかったらしいね。ははは。あれ、まだ生きてる。か、飾り、あんた、私を売ったのね。今度会った時は、覚えてらっしゃい。あ、生きてんだ。死んでなかった。ふーん、どこへ行くんだい？そんな体じゃ二度と復活できないと思うよ。ははは。じゃあ僕も暇じゃないんでね。よかった。暇だったら危なかった。おい、待て。ち、飾りめ、このままじゃ済まさん。じゃあこっちかな。ガンダニウム合金はほっといていいんだ、あいつら。ガンダニウム合金は渡さないよとかにならないんだ。やった。そんな大したものじゃないのかな、ガンダニウム合金。ダブルオー、任務完了。よう、お前ら。相変わらずこいつらは終わった後に出てくんな。はい、大丈夫です。ガンダニウム合金も手に入れました。やるね。よくやったな。さあ、早くキャンプに届けよう。いつ敵が取り返しに来るかもわからねえからな。いや、結構ね、重要なものじゃなかったっぽいよ、これ実は。みんな暇じゃないとか言ってどっか行っちゃったし。じゃあ回復させようと。オッケーオッケー。ゼータガンダムもな、レベルが低いな。抗菌膜っていうのかな、わかんないけど。というところで、残る物資はあと一つですね。じゃあそれは次回やっていこうと思うので、今回はこれで終了します。